去年は年初からずっと下がった米国株。もともとの要因はインフレです。インフレが金利の急上昇を招き、株価の下落を招き、投資家心理が悪化し、金利上昇から来るドル高も発生、企業業績に悪影響を与えたんです。すべてはインフレが原因なのだが、その前を少し見てほしいと掘り越し、やはりコロナがもたらしたものなんです。皆さん覚えてますかね？コロナ直後に超デフレが発生したんです。資産価格もすべて下がりました。原油価格なんて一時マイナスになってましたよね。これらの反動から今回のインフレが発生したと堀越おっしゃっています。消費者物価指数を見ると6月にピークを打ち下がりつつあります。これを反映してマーケットが今度は逆の方向に触れていくのも時間の問題ということ。つまり株がずっと下落してきたがインフレの低下を見て今度は反対に転ずる、そのような段階に徐々に入っていくのではないかと堀越は考えているんです。去年は何と言っても CPI、消費者物価指数がメインの話題でしたけれども、そもそも CPI というのは通常非常に遅れて出てくる指標なんです。先々を見ていくマーケットには本来役に立たない指標であるはず。しかし去年は中間選挙がありました。そこではインフレというのが最も大きな政治の材料とされていました。すると一般の方は普通 CPI を見るため、政策当局者としても CPI を見ないといけないというのが背景にあって注目されてきたんです。その証拠に去年はS&P500 が一番安値をつけたのは10月の初め、 CPI が発表される前後でした。そしてその次のボトムは11月に CPI が発表される直前だったんです。しかし徐々に CPI がマーケットに与える影響は少なくなってきているということ。中間選挙も終わり、今後もその影響はどんどん低くなっていくと堀越はおっしゃってるんです。アメリカを代表するFANG、これらの銘柄に関してはどうか。FANG というのはメタ、アポー、アマゾン、ネットフリックス、アルファベットの5銘柄。そもそもFANGのような成長株は株価の上下が非常に大きいものだと覚悟して投資しないといけない。そして金利の上昇、低下に非常に敏感である。確かに去年は金利の上昇をもろに受けてしまいました。これらのアメリカを代表する銘柄、その株価が他の株よりも下がると投資家心理が悪化します。特に去年までは S&P500 の中でFANGの比率が 20% を超えていました。非常に心理的効果も大きかったんです。そして特にFANGのような世界的にビジネスを展開しているような企業はドル高の影響をもろに受けてしまうんです。実際直近の決算発表で予想を下回ったものはほとんどはドル高が理由だったんです。しかしドル高というのは金利高と同じ問題なんです。金利がピークアウトすればドル高もピークアウトするんです。つまりまとめると、金利がピークアウトすれば将来のキャッシュフローの価値は上昇、株価は底打ち、投資家心理も改善、リスクプレミアムは下がり上昇材料になる、ドル高も一服、業績も回復、このように繋がっていく可能性が高いんです。つまりFANGは去年のようなインフレには非常に弱いが、それがピークアウトすれば案外反発も早いし大きいという特徴があるということ。FANGのビジネス自体が終わったとかそういう話ではないんです。堀越が注目しているセクターは、去年大きく下がったものに関して言えばほぼ全てインフレで説明がつきます。そしてそのインフレはピークアウトしているんです。そういう点で言えば去年の年初から下がってきたものほどおそらくこれからはマーケットをリードしていくことになると思う。FANGなんかもまあまあいい位置にいると思う。でも一番金利に敏感な住宅建設株に注目されています。住宅ローン金利が年初の 3% 割れから今はもう 7% 超えまでいって悲観一色で見られています。株価収益倍率で見るとだいたい5倍から8倍くらいの非常に安いところで取引されています。もし今後金利がピークアウトとなれば最もメリットを受けやすい銘柄群かと思います。アメリカにリセッションが来るかどうか、これに関しての堀越の考え。そもそも去年の初め2期連続でマイナス成長だったのでリセッションだったんです。それを見込んでもう株式は下がってきたという認識。そして今回は過去のリセッションとは全然パターンが違うんです。過去のリセッションはほぼバランスシート調整だった。すなわち借金をして資産を持つ人が増え、そこにリセッションが来たことによって資産の価値が下がり、でも借金はそのままなので純負債になってしまった。それでお金が使えなくなってしまうことによるリセッションだったんです。しかし今回は40数年ぶりにインフレが引き起こしたリセッションだったんです。インフレの中では負債は大きくはなりません。負債の価値は実質ベースで下がるため、そのパターンではないというのが一つ。
もう一つは80年代のインフレをちょっと思い出していただくと、当時のインフレは非常に長かったです。結果 5%、10% のインフレは当たり前というのが人々の心理に根付いてしまった。つまり人々の持っている期待インフレ率が高かったんです。そういう状況ではなかなか中央銀行もそれを抑えることが難しかった。でも今回のインフレはコロナの反動で起こっているものだとアメリカ国民の多くが思っています。つまり70年代、80年代のように長期間にわたってインフレは続くもんだと人の心理に根付いているものではないんです。現実的に物価は上がっているんだけれども、人々がこれは一時的なインフレだと見れば本当に一時的で済んでしまう。本当に厄介なのは人々がこれは永続的に続いてしまうと思うことなんです。幸いに今の期待インフレ率は短期で見ても長期で見ても非常に落ち着いています。もちろんこれだけ金利を急に上げているのでリセッションの可能性は否定できない。しかしリセッションが来たとしてもバランスシート型じゃないので非常にマイルドだろうと堀越は考えています。最後に堀越から我々投資家へのメッセージ。久々に来た本格的なアメリカ株の調整局面。特に若い方は初めてこれだけ大きな下げを経験して非常に嫌な思いをされているかもしれません。しかし大きなリターンはこのような嫌な思いをした後にご褒美としてやってくるんです。今回の下げはアメリカ経済がもう中長期的にダメになってしまったということではないんです。金利が上昇したので現在の価値が下がってしまっているだけで将来の価値は変わっていない。むしろこういう金利も高い、リスクプレミアムも高い、つまり株式から期待できるリターンも高いという時に決して諦めることなく続けていただくのが勝利に向けての鍵なんです。